さあ、ここからがハイライトだ。こいつ歴代最弱スペックなんじゃ、に対する、ネットの反応をお送りするよ。結局なんでなんだろう。他のグラニュートみたいに闇菓子食べてないから。普通に強くなかった。他の位置はライダーと比べて見劣りするようなもんじゃなかったと思うが。公式のスペック見てみ、特別弱い描写あったっけ。他歴代ライダーと比べてスペックは低い、プラットフォームくらい、グラニュート全体が低いだけか、ガブが弱いだけなのか判断つかないな。なんか基本スペックが弱ってる時の白い空が、イマジン抜き電王より下らしいからそれじゃないのか。ガブが空がや電王のライダーなら弱ってなるけど、別にそうじゃないしな。他作品と比べて弱いイコールその作品内でも弱いってことにはならんと思うが、ハーフっぽいからなだけじゃないの。パワーに関しちゃもともとダメージは与えれたし。眷属を生むことが今回初だったっぽいとか、一族の落ちこぼれらしい描写あるよな。まあそれに関しては母さんの言いつけ守って、グラニュート世界のお菓子食べてなかったから初めてお菓子食べたってのがありそうだなとは思う。お菓子食べて作るのが眷属ならお菓子食べてこなければそんな機会なかったはずだし、眷属ボディが剥がれ落ちたりするのは、敵が強いのかガブがまだ弱いのかどっちなんだろうねって感じ。あんま覚えてないけど牙も最初はあんな感じだったのかな。あの戦闘センスで弱いは無茶だよ。なんなら生きるか死ぬか選ばせてたから思ったより余裕あったんじゃね。ハーフだから眷属の力つけてパワーアップの幅はあるけど、グラニュートの力としてはって感じじゃね。割とボコられてからの戦闘だったし、ダメージ込みで考えればむしろ強いとは思う。ガブ自体は実はブランクやプラット扱いで、これから覚醒するのかもしれないね。中にグミが入ってるお菓子とか普通にあるから、グミの上から丸々はありそう。ああ、エンペラーが実は正式フォームですよ的な。ガブはショウマ本体の強さで補ってるっぽいよね。これだけのシリーズを重ねた制作が、ファンが他作品と数値を比較することを想定していないはずがない。その上で低く設定しているのだからあえての理由があるのだろう。むしろ、作品内でのスペックと実際の描写の方が映像としての映えやストーリー展開の盛り上がりを優先して無視されがち。作品をまたいだ時のスペック差は大体無視されることも制作はわかってるんじゃないか。変身後も装甲が剥がれるたびにご地蔵で回復しながら戦ってたし、ガブガブレイドのこの攻撃もなぜか効かなかったし、まだ弱いってのは別におかしい表現じゃないだろ。むしろ最強議論を忌避しすぎてまともな考察を攻撃する病気になってる。2号ライダーのスペックが出れば、作品全体の標準より上か下かは判断できるから指標にできそう。2号も歴代と比べて低かったら今回はそのくらいなのねって納得できる。グミの装甲が剥がれるってことは他のフォームも剥がれるのかな。2号ライダーのバレンも装甲剥がれたりしない？なんなら前作のガッチャードだって、スチームホッパーのスペック令和の基本フォームにしては低くね、ってなってたけど、最終的に最強フォームや最終回限定フォームでスペックアホみたいに上がってるから、今低くてもこれから上がるやろ。グミの装甲が剥がれるとき、ご地蔵たちが食べるの面白い。ぶっちゃけ、令和ライダーの主役ライダーの基本スペックで一番おとなしいのセイバーだと思ってる。令和ライダー全体的に極端だからな。スペック数値ここまで低いのがむしろ不気味。多分今後ぐんぐん上がる。プラットフォームって、大抵スペックが低い初期フォーム以前の未完成フォーム扱いだから、それと同じくらいと言われると、確かに今までと比べてもなんでそんなに低いんだ、とは思うな。逆に総力は歴代と比べてもそこまで低くないし、逆にこのスペックで歴代と同じくらいの怪人を倒してるとしたら、人間性能は相当なものだな。人間じゃなくて化け物だけど、変身前の状態で車の衝突のダメくらいに強いから、変身での伸び幅が超少ない感じに見える。属性追加がメインなのかもしれない。化け物だよ、俺もお前もな。映画先行登場見た感じ、装甲とか剥がれなかったあたり、食べると強くなるんじゃないと思ってる。毎週スペック上がっていったら面白いな。あと個人的に思ったのは敵も強いというか動きがいい。ガッチャードも最近の初期フォームの中では弱いなって感想を抱かれてたと思ったら、最終的にああなったし、数字をぶち上げる前振りなのかな。実際随分長く戦闘してたし、そこら辺は意図してるんだろうね。
お腹が減って力が出ない、的な。本当に初めての変身、社長のようにゼアの中で高速チュートリアルなし、作家のように常に鍛えてた普通のホモサピエンスなわけでなく、一気のように家族パワーもなく、エースのように転生しまくりで経験豊富ではなく、宝太郎のようにガッチャをしてない、現状は眷属の使い方すら知らなかった、お腹を空かせたただの異世界人 A みたいな主人公だし、ここからブーストされていく感じでは、グラニュートは重いを味として食べられる、闇菓子は幸せな人間を原料にするとなると闇菓子は幸せの塊、つまり闇菓子以外で幸せを摂取できれば、そもそも番組違う時点で序列になってはいないしな、30トンあるやつが全員スーパーアリーナ、吹っ飛ばせるのかって言ったらそうじゃないし、見るべきはガブ内でどうなのかよ。そもそも別にそういう話はしてないというか、1話の初変身にしては怪人に割とやられながら戦っている。カッコ再生能力の紹介ことについて人間の限界とあんまり変わらないスペックだから、今後基本フォームごと強化されるのかね、みたいな話なんだよ。他のライダーのスペックと比較してても、それは基本フォームはこれくらいみたいな定番の数字じゃないってことを言ってるんで、優劣の話じゃないんだよ。ゲイツリバイブとオズギンがファイナリーがマシンチェイサーに瞬殺されたりしてるし、スペックに深い意味はない。そもそもあれはライダーのいない歴史から来た違う歴史のマシンチェイサーだしなぁ。いろいろとクーガに似てるし、アルティメットフォームくらいシャブ決めた強さになるよきっと。実は打たれ強くなっただけで変身前とほとんど同じスペックとか、頑張りに頑張ってやっとのけぞらせるのがやっとの生身と、殴り飛ばす蹴り飛ばすが普通にできる変身後なので全然違う。ビルドのハザードレベルみたいに、戦えば戦うほどスペックが上昇していくタイプなのかも。変身してパワーアップというよりは、一時的にグラニュートの力が目覚めたって感じだろうか。スペックインフレしすぎてたから、リアルめな怪人感出すために低めの基準で設定しただけじゃね。ホームページ見ないとわかんない情報でリアルを演出することはできんべ。見た人が今回リアルよりなんだなーって、感じる程度の大したもんじゃないってことでしょ。元からカタログスペックなんて細かなこだわり程度だよ。最初から怪物はファイズと牙を思い出すな。ガブが怪物なのに弱いのは2つ思いつくな。1はガブ一族はもともと力が弱いが技術面が強い種族。2はグラニュートは闇かしか人間界のお菓子みたいな。他人から奪うことでしか強くなれない種族。本来グラニュートが人間を食べるなら、人間を食べていないショウマはあまり力が出ないんじゃない？人肉食ってないから弱い千尋みたいな理論はやめろ。実際単純なパワーでは敵怪人のが上で、それを特殊能力で補うタイプなのは珍しい。フューチャーデイブレイクのガブはディケイドが連れてきたらしいけど、時系列はいつなんだろうな。量産型とはいえドレッド一式を倒したが、コラボの時系列は深く考えない方がいいというのは前提として、少なくとも傷ついても再生させればいいっていう状態からはだいぶ成長して、ガブの力に慣れてる状態には見えたよね。ショウマの巣の身体能力に特殊能力つけただけなのかな。変容変質ともあるから強化されてそうな気もする。眷属が持つ特性を加えたかってことは、生み出す眷属が強くなればなるほどガブも強くなるのか。強化ルート的には外付け系除けば、強いご地蔵でガブが強くなるか、ガブが強くなると強いご地蔵が出せるのどっちかっぽいよね。トラックのシーン見るに、数字だけだとむしろ弱体化してるんじゃないかと感じる。あくまでカタログスペックだけど、ショウマの巣の力プラスこの数値って可能性もあるかな。トラックに引かれて無傷なのはともかく、体重 72.3kg 以下で吹っ飛ばないのはおかしいから、多分変身すると軽くなってるよね。かっこ空想科学読本並み感。そこはあの瞬間にアンカーさしてるとかで、強烈に地面に固定すれば質量小さくても説明づけられる。久々に仮面ライダー見て設定も面白そうなんだけど、強化アイテムが思いつかない。体の一部だからベルトにくっつくのはなさそうだし、ご地蔵は使い捨てだから補充しにくそうだし、あるとしたらベルトの口ごと取っ換えて種族として進化とかなのかな。特別性、かっこいい未真な闇菓子で強化されそう。闇菓子にされた母親を食べてベルト強化、これやね。噛んでも噛んでも消化できないガムは特殊な扱い、かっこクリスマス枠、になりそう。
食べれば量産できるってだけで、強化フォームの核を落とさないようなアイテムを考えるの大変そうだな。ガブが他のグラニュートと違って機械的だし、ハーフで不完全ゆえの外部機器だったりするかもしれん。おもちゃの上額が簡単に外せるようになってるし、ガブの上額取り替えて強化とかあるかも。